長さんは日本の競争馬。主な勝ち倉に2007年の毎日王冠がある。場名は馬主長山久吉の名字に由来する。また本場の活躍後、馬主長さんは冠無理名として長さんを使用している。デビューから3戦目で勝ち上がり、続く500万下の山桜賞も勝ち連勝する。5戦目で東京優秀のトライアル競争である青馬賞に出走。 結果は4着で、東京優春の優先出走権を逃すも、この時の勝ち馬段き町と直線で叩き合いを演じ、十分に見せ場を作った。その後、白百合ステークスラジオ短波シ波賞に出走するも、8着12着と、結果が出なかった。その後は、条件戦20戦出走。三着以内を逃したのはわずかに二回と、堅実な走りを見せ、二千七年九月九日の、 ニューマーケットカップを勝ち、再びオープン入りした。そして、久々に重賞に挑んだ毎日王冠。大和メジャーや混合力士王、ブライトトゥモローなどといった重賞勝ち馬が出走していたため、単勝では8番人気に過ぎなかったが、中段から直線で他の馬をまとめて、差し切ってコースレコード1分44秒2で優勝。重賞初勝利となった。 この記録は2020年時点でも破られていない。その後は、第136回天皇賞に出走。しかし、道中最後方に位置し、直線では追い上げるものの、8着に敗れた。続く、第27回ジャパンカップでは、逃げの先方を取り、直線中ばまで、しぶとく粘ったものの6着に敗れた。その後、第52回、有馬記念に出走。 ジャパンカップに続いて逃げたが十三着に敗れた。二千八年は中山記念から指導するが九着だった。その後、ダービー今日チャレンジトロフィーに出走するが十五着、続く新潟記念でも十四着と大敗し、前年に制した毎日王冠でも九着に敗れた。その後キャピタルステークス出走に向けて調整がされていたが、十一月十九日にハ路で追い切られた際に、 右前足を骨折。予後不良の診断が下され安楽死の措置が取られた。全妹にプジュリ、ヤング長さん、全弟にミスター長さん、サンデー長さん、N 長さんがいる。ありがとうございます。